そうで、今さ、ルシアがその、ルシアがなんか昨日さ、深夜に、そう、昨日さ、なんかね、昨日からようわからんけど、そうなんか昼過ぎにさ、ディスコ来て、かなたん、まつり先輩、それどん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 、わため、連絡来てさ、まあ、わためはただおっぱいが揉みたいだけみたいな感じだったけど、地図成功、その全部埋めたら、なんか団長の大巨器触りたいみたいなさ、なんだそれと。なんだそれって。それで、まあ、かなたんはね、全問正解すごいなと思って、そう全問正解しとって、そう、で、今日、でね、一番怖かったのがさ、今ルシアやっとるけど、なんかルシアがさ、なんか今日、2時ぐらいかな？そう、2時ぐらいに、ディスコ来て、あ、ルシア珍しいと思って見たら、え？なんか、日本地図満点だったら、おっぱいもらえるってマジみたいな。チチもらえるってマジって、なんかさ、絵文字とかなしで来たから怖ーと思って。あ、待って、ルシア結果出たの。え、ルシアどうだ ?45 点。え、なになに？え、何は、え、そうなんだ。え、惜しい。え、でも2問か。え、でも思った以上にできとる。え、ルシア、大敗してる。怖いよ。え、一応さ、ルシアがさ、全部できた時用にさ、用意してたんだけどな。ほら、こうなってね、ぺったん T シャツになって、ここの、ね、写真の切り抜きあげようと思ったのに。あと、惜しい。ルシアに T シャツあげるか。え、使わんかったな。いや、着たかったわ。え、せっかくさ、ルシアに父もがれた時用にぺったん T シャツ用意してさ、胸なくそうと思ったのに。はぁ、そっか、残念だな。ちょっといい。だって団地使わないもんね。ちょっと雑だけど、ちょっと襟のところさ、さっき急いで作ったから、そう、1分で作ったからね、あれなんだけど、ルシアに父もがれた時用に作ってたに用意してたんだけど必要ないからあげるねって置くとこ。よし。え、ディスコ確認して。ディスコ？なんかプレゼントが届いてますね。なんかこれが届きましたね。なんかちょうどいいね。なんだろうこの T シャツ。ルシアに父もがれた時用に用意してたんだけど必要ないからあげるねって書いてありますね。着ろよ。いや、今日ぐらいちょっと着てくれない？なんでこんなの着なきゃいけない？ふざけ、ちょうどいいサイズ持ってくんじゃねえよ、しかもは。サイズちょうどいいじゃねえか。なんだよ、これ。なんで知ってんだよ、サイズ。T シャツのサイズ。ふざけんな。めちゃくちゃちょうどいいじゃねえか、これ。着心地最高だよ、寝巻きにするわ、もう。ありがとう。新章だね。新章。